はい、こんにちは。マーチャンネルマハです。はい、今日はですね、チョコエッグスーパーマリオオデッセイのリベンジ動画でございますね。前回のチョコエッグの動画でですね、たくさんリベンジしてくださいってコメントいただきましたんで、やりたいなと思います。今回も20箱ありますんで、10箱ずつ開けていきましょう。うちが不足しているのはマリオウェディングスタイルとキャッピーとキャプチャーキラーとキャプチャータンクローとピーチ姫とシークレット、この6種類だけだね。6種類だけなんで、はい、頑張っていきましょう。またあの恒例の1泊目、ね、そうだね、1泊目をまあ美味しくいただきましょうか。お父チャンネルのライブ配信かな。あのチョコエッグは今年はフォンデュにしないんですかって言ったんだけど、またフォンデュする？前やったことあるね。なんか懐かしい ね。フォンデュしようかね、今年もね。そうだね、久しぶりにね。フォンデュ、フォンデュいただきましょう。あ、おいしい、大丈夫。はい、では早速私の一カプセル目いきますね。うん、さあ新しいの出てくれ、頼む、来い。探検家マリオだ。じゃあ僕の1カプセル目いきます。はい、せーの、新しいの来い、ちょうだい。お、私と見るぞ。あ、見るぞか。はい、続いて私の2カプセル目いきます。はい、新しいの来い、いでよ。うわ あ、マリオ&キャッピー。じゃあ僕の2カプセル目いきます。はい、新しいの、おウェディングマリオ。あ、やった、新しい、やった、よしよしよし。私の3カプセル目いきます。はい、パパも新しいの来い。あら、キャプチャーハンマーブロス。じゃあ僕の3カプセル目いきます。はい、おお、キャプチャーキラー、やったやったやった。はい、で私の4カプセル目いきますね。はい、パパの方も新しいの来て、あっちにあっちに。じゃあ僕の3カプセル目いきます。はい、来い。何、お、ピーチ、やったやった、いいねいいねいいね、やったやった。では5カプセル目いきますね。はい、パパの方に新しいの来てよ。あ、来た来た来た、キャプチャータンクロー、よっしゃ、おし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 、いけるか。そしてキャッピーとシークレットだけ。僕の5カプセル目いきます。はい、新しいの、あー、キャプチャークリボー。あ、残念。はい、では6カプセル目いきますね。せーの、ドン。あれ、これ何、あ、シークレット、シークレット、え、シークレット、マリオ水着スタイルだって、シークレット。あー、これシークレット、やったー。おーっと、いけるか今回。じゃあ僕の6カプセル目いきます。はい、あとキャッピーだけだよ。コンプ行きたい、キャッピーだけでコンプ。スタイル。ああ、はい、では7カプセル目いきます。はい、キャッピー来い、キャプチャーキラー。じゃあ僕の7カプセル目いきます。キャッピー来い、あー、ピーチ姫、ピーチ姫。はい、じゃあ8カプセル目いきますね。はい、キャッピー、キャッピーで夢のフルコンプお願いします。あー、ウェディングマリオだ、ウェディングスタイル。じゃあ僕の8カプセル目いきます。キャプチャーキラーだ。ああ、はい、じゃあ9カプセル目いきますね。はい、あー、クリボー。来ない。じゃあ僕の9カプセル目いきます。はい、お前は届かないのか、マリオ&キャッピー。はい、ではパパ最後の10カプセル目です。はい、頼む、キャッピー来てくれ、来てくれ、頼む、頼む、キャッピー来てください。マリオウェディングスタイル。じゃあラスト10カプセル目いきます。頼む、キャッピー来てください。キャッピー頼む、君だけだ、大丈夫か、どうなの、あっちにゃー。はい、ということでこちらが今回出た20種類ですね。うん、細かく見ていきましょうか。はい、今回もですね、番号順に見ていきたいなと思います。うん、まずはこれ前回も出ましたね、マリオ&キャッピーですね。うん、これは2体出ました。はい、続いて2番のマリオウェディングスタイルが出ましたね。これは今回初めて出たね。うん、そうだね、うん、いい感じじゃん。あのアミーボあるかな、アミーボ、ここでは違いますけど、アミーボのマリオはこんな感じで、うん、いいね、いいいい、チョコエッグなのにすごい再現度高いんだけど。うん、はい、ちなみにこちらですね、3体出ましたね。うん、続いて3番のマリオ探検家スタイルですね。うん、これも前回出てた ね。 そうだね、これは2体出ました。で、4番のマリオ船長スタイルは前回出たけど今回出なかったね。うん、で、5番のキャッピーが残念ながら出ませんでしたね。惜しかったね。で、6番のキャプチャークリボー、これは前回出てたね。うん、で、これは2つ今回出ました。はい、続いて7番のキャプチャーハンマーブロスですね。うん、これも前回出た ね。 ちょっとね。はい、続いて8番のキャプチャーキラーですね。うん、これもいい ね。 そうだね、キラーの上に帽子があってちゃんとヒゲ生えてるのね。で、こちらですね、3体出ましたね。うん、
はい、続いて9番のキャプチャータンクローですね、うん、これもすごいクオリティ高い。ちょっとゲーム中はさ、ちゃんと顔見てなかったんだけどさ、うん、これちゃんとヒゲ生えてんのね。ね。で、ちゃんとクッパ軍団のマーク。そう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 ね、これで、細かく点々が、うん、そう、これよくできてる、このタンクローね、うん、素晴らしい。キャタピアもちゃんとできてるね。で11番トッパー、12番ハリエット、13番ポリーンは前回出ましたね、うん、で今回は出なかったんだけど14番のピーチ姫が出ました、よかったねこれね、うん、ピーチ姫すっごい細いね、細い細い。首つけるとかめちゃめちゃ大変だった。そうだね、ピーチ姫はエイシン君が2つとも出たので、エイシン君が2つも組み立てましたけど、うん、もう最後の棒の部分がめちゃめちゃ難しかったここね。続いて15番のアッチネジンです、うん、でこれは前回も出て今回は2つ出ましたね、うん、これはね何体かあっていいんだよ。そうだね、これ何体かあっていい。はい、最後にシークレットのマリオ水着スタイルが出ましたね、うん、水着スタイルなんだね。これシュワシュワ穴とかでこのスタイルだったかな。そうだね、うん、まさかこれがシークレットだとは、うん、オデッセイ号でいいよね。そう、オデッセイ号だと思ってたもん、うん、これシークレットか。そうだね、まあ確かにね、裸のマリアはレアかもしれない、うん、はい、そんなわけで今回はチョコ X スーパーマリオデッセイのリベンジやってみたんですけれども、あと1種類キャッピーだけ。いやでも素晴らしかった今回は。シークレット出てよかった、うん、シークレットも出たしね、かなりいいとこまで行きましたね、うん、でこのリベンジは申し訳ないですけどやらないですあと1種類のために10箱20箱ちょっと買えないな。もしかしたらね、単発でのおやつ、そう、おやつがてらに買ってね、食べてっていうのはやるかもしれないですけどね、はい、もし出たらなんかツイッターとかインスタグラムでご報告したいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとかリベンジ大成功と思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。